さあということでステージも、アンダーナイトステージで完全に画面がアンダーナイトの、さあまずはベスト4の試合がスタート。さあ 1P 側のキャラクターワレンシュタインもリーチが非常に長いキャラクターとなっている、はい、さあまずはドレーンドルヒボーレンコマンド投げで崩して画面端へ。さあ今回はエイムオープニング必殺技は、リバーサルアクションと呼ばれる、はい、まあ、無敵の切り返し技に当てがわれている形になっております、はい。さあブレイブルドスタックバトルは赤 く, です、ね、赤く体が発光している技はいわゆるそのリバーサルアクション、はい、無敵の、切り返し技となっております。全キャラ共通で持っているので、はい、攻め込まれたときはこれを使って切り返します。何でも切り返せると。そうですね。ただガードされてしまうと反撃スピードが大きいので反撃受けやすくなっております、はい、なので気をつけましょうとか。さあドレーンドルヒボーレンが機能していますね。ここはルビーのディストーションスキルペタルバーストはガードが間に合って、さあアイゼンネーゲル押してきたところに、さあルビーの攻撃がヒットして空中に浮かせてバズストーブラストで画面端へ運んでいく。ここで交代しましたね。そうですね、あの交代中は控えにいるキャラクターの体力がじわじわと回復していくので、はい、こんな感じで交代を低い位置織り交ぜていきながら体力を回復させつつ、有効に試合を展開していきたいところですが、ここはもうしっかりグリムリーパーから EX アシミュレーションつなぎ切って、まずは1人ゴールドが落ちた状態。もう2ダッジやっぱ結構きついですか。ただこのゲームではレゾナンスブレイズって呼ばれる、はい、まあ逆転の手段がまだ残されていて、はい、今ワレンシュタイン側ゲージの下が今光っておりますね。レゾナンスブレイズが光っております、はい、レゾナンスブレイズを発動すると1試合に1回しか使えないんですが、はい、今体力の赤い部分、はい、回復可能体力が回復するなど、はい、様々な恩恵を得られるので、かなりこれ今五分の状況がひっくり返ってきました。レゾナンスブレイズ発動して両者レゾナンスブレイズ、さあ体力がじわじわ回復している上に画面下、はい、スキルゲージもじわじわどんどん増えていきますね。こうなるとどんどんディストーションスキルなどの強力な必殺技を出し放題になる。さあリバーサルアクションがガンガンヒットしてワレンシュタインの体力がかなり回復している状態。しかしレゾナンスブレイス両方ともなくなったので、ここから純粋な格ゲーが始まる1対1ですね。1対1の純粋な 1on1 のシングルバトルが始まって、ジャンプシーで突っ込んでいくところリバーサルアクション、さあ地上でヒットすれば自動的に追撃が出てくれる EX パスをブラスト。勝利したのは 2P 側ルビー。さ先方はワレンとゴルドを選択。まずは開幕 EX グリムリーパー、 EX グリムリーパーは3回転するぞからさ刻んで空中でも出せるリバーサルアクション、これでダウンを奪っておき詰め。さクラッシュアサルトはガードする。コマンド投げに対してはリバーサルアクションで切り返して逆に画面端を背負わせる。今いい感じでルビーのパートナースキル、はい、機械にいるキャラクターを呼んでガードされた時の隙の大きい攻撃をフォローしていく形ですね。これパートナー攻撃っていうのは、はい、R1 ボタンで、はい、呼ぶことができて、はい、レバーの方向によってですね3種類、ニュートラルと前と後ろで3種類のパートナースキルを、そうですね、使い分けることができる、まあ、基本的にはニュートラルが非常に使いやすい技となってます。なるほど。相手が離れている場合は前に入れながらパートナーを呼ぶことによって遠距離に強い技が、はい、出せるようになってます。さあグリムリーパーで巻き込んでいく。画面端を押し込んでクラッシュアサルト、今のが丸ボタンで出せるクラッシュアサルトですね、はい、しゃがみガードできない中段攻撃を繰り出す技となっております。あと全キャラ出せる。全キャラ出せます。全キャラ共通で丸ボタンで中段攻撃を行えると。アンダーナイトのキャラクターであれば、はい、まあ、アサルトからの中段攻撃に似たようなモーションで、はい、移動しながら攻撃することができるという利点があります。さあこれはリバーサルアクション、ワカン反撃は間に合わずパートナースキルでフォローしていく。さあグリムリーパーガードされてるんですがビフリからのリバーサルアクション、これはなかなか格闘ゲームしているから、そうですね、今みたいな感じで、はい、ちょっと隙の大きいゴールドの攻撃の攻撃と攻撃の隙間をワレンシュタインのパートナースキルで埋めていくという、あ、でもう一回本体で攻め、はい、攻めを継続していく連携ですね。さあ固めてシンプルな打撃と投げと無敵技の択を迫っていく 1P 側、稲森冬野選手のゴールドが攻めていくからしゃがみ B、立ち B からうまくつないで、さあレゾナンスブレイズ発動中は今みたいな感じで必殺技からディストーションスキルにスーパーキャンセルすることができます、はい、あ、これ限定で。そうですね、はい、レゾナンスブレイズ発動中限定で行うことができる、なのでよりコンボを伸ばすことができると。さあ体力は 2P 側のゴルドは有利なんですが、ここでワレンシュタインが落ちる。逆転しましたね。
ホールドの1のカードになって、ここでレゾナンスブリーズ発動。さあ赤い部分がガンガン回復していくが、一気にコマンド投げて崩して回復しきる前に倒したい。さあ今のリバーサルアクションはガードされてしまうと反撃が確定するぞということで勝利した。全タイトルが出ている、ね、いいカードですね。さあでは試合の方見ていきましょう。さあジン対ゴルド。さあやはりゴルドの立ち B 強攻撃の間合いの外から、はい、まずは翔剣翔撃を飛ばして牽制していくフェンリッチ選手のジン。さあ下がるゴルドに対して、さあここの距離まで詰めてしまえば逆にさあジンのターンになるが、今のはクラッシュアサルトを狙いに来たところに対して合わせていくリバーサルアクション、このゲームならではの読み合いが展開されたところですが、ここはうまく飛びを合わせてベンリッチ選手のジンが捕まえる。衝撃飛び道具を飛んでいるところに、これはクロスバーストで、しかもなんかガードしてる。そうなんですよね、このバーストクロスバーストで、はい、ダメージを食らっている最中に交代しつつ反撃を試みるんですが、ガードされてしまうと反撃しやすい技となっておりますので、今のはフェニス選手のガードが冴えたということで、しっかり反撃できるもんなんですね。さあ対空見ていて早すぎる、今の対空のしゃがみ B の押すのが早すぎる。さあパートナースキルを絡めて伸ばしていく、このあたりはさすがといった形。体力大幅リードでルビーの体力はまだ満タンですね。かなり余裕ありますね。ジン一人でかなり補っている形。さあ武見和地が飛んできて、しかし今回のブレイブルクロスタックバトルで完全等等はございませんので、ここは呼んだところに対してペタルパスを、しかしあさあパートナーで呼んできたキャラクターにはロック技がヒットしないので、今のは初段で安く済んだ。リバーサルアクションは絡めてしまう。カンニチの強力なところの一つとして、パートナースキルが飛び道具になっているというところがありますね、はい、前を押しながらパートナースキルを呼べば離れた相手に対して非常に有効なアシストを呼ぶことができると、はい、クルタイグ競り勝って立ち上げて拾ってガードする。この辺りのバースト読みはさすがブレイブルーゼといったところか。立ち BB 読んで、今のも結構このリバーサルアクションだったけど、はい、読んでのジャンプキャンセルでしたね。衝撃をガードさせて近づいて裏に入る。対空のしゃがみ B は空振っている。巻き込まれて相打ち、裏に入ってリバーサルアクションで切り返す。結構減りますね、はい、かなりダメージもでかいので強気に打っていっていい技なんですが、やはりガードされてしまった時のリスクがでかいので、そこはもう個人のお好みに任せてというところですが、リバーサルアクションでダウンを奪って、これはタービュランス絶叫はタービュランスが勝っている。さあこれでジンが落ちる。出てくるのはルビー。レゾナンスブレイズすかさず発動して体力をじわじわと回復していくが、空対空が拾い直す。立ち A 刻んで刻んで、立ち BB が届かない。でもゴルドの立ち B が届くんです。位置を入れ替えて下段で崩して、最後は BB1 本目勝利したの。さあということで2本目も先方のキャラクターはそのままジンとゴルドの両キャラクター、パートナーで呼んだキャラクターも相手の攻撃を受けるとダメージを受けてしまうので、ここには気をつけていきたいですね。出しどころに関しては気をつけていきたいところです。グリムリーパーガードして、そうですね、今みたいな感じでグリムリーパーを近距離でガードされてしまうと結構隙が大きいので、パートナースキルでうまくフォローしていきたいという感じになります。で出てきたのが辰巳漢字、飛んだところに対してつかめを狙うがうまく噛みます。今距離が離れているのがリジェクトガードと呼ばれるシステムですね。ガード中にしか飛ばす同時押しでゲージを1本使うんですけど、はい、出します。今みたいな感じで空中ガード中も出すことができます。発動すると自分と相手の距離を一気に遠ざけることができて、はい、まあ、一旦攻めを仕切り直しにすることができるというシステムになってます。さあ飛散撃からルビーのパートナースキルを使ってコンボを伸ばしていくフェンリッチ選手のシーン。さあ対するノース選手は漢字の攻撃でうまく立ち回っていく、取り取って手下しから触りにいく、起き上がりの硬直に対してここでクロスバースを使って安全に交代する。しかし下にあるクロスゲージというものを全て使ってしまうので、これを失ってしまうとしばらくパートナースキルを呼んだりだったりとかシステムが使えなくなってしまうので注意したい。立ち BB からのスライディングするしゃがみ C から亀橋押し込んでいく。フェンリッチ選手のジン&ルビー、タッチ B 空中ヒットからでもタッチ BB までつなげば空中コンボに持っていく。
立ち BB 感じでフォローする。固めてリバーサルアクション切り返す、返しのリバーサルアクション、サイポッドショット、非常に弾速の速い飛び道具を飛ばす必殺技で遠距離からでも立ち回れるのがルビーの強み。さあ接中を砕く、ね、そうですね、これはかなりフェニックス選手は温存している状態ですね。赤い部分の回復可能の体力を大幅に回復できるので、はい、ここができればそうですね、温存していきたいところです。さあ 2P 側のノース選手は2名キャラクターまだ残っているんですが、まだここどうなるか分かりませんよ。フェニックス選手はレゾナスベースの方向で発動するペタルバーストは隠っていない、ガードが間に合ってもう一回ペタルバーストを往復して、さあ一気に漢字がダウンしてしまった。すかさずレゾナンスブレイズ両者発動中、ヒートスキルゲージがガンガン増える、体力もガンガン回復する。モータルスライドテンペストに対してペタルバースト、勝利したのは 1P 側フェンリッチ選手のルビー&ジン、おめでとうございます。さあステージはルビーステージ、では試合の方見てまいりましょう。先方出てくるのはゴールド&ジン、開幕 EX グリムリーパーで無理やり触りに行く稲森選手、しかしそこはガードからうまくさばいてフェンリッチ選手が最初のターンを握っている。固めてパートナースキルを絡めて攻めを継続する。ここはクロスパスを使ってルビーに交代する 1P 側稲森選手のルビー&ゴールドタック、立ち A 基盤でしたガンブラスト、高速移動をする必殺技を使って無理やり位置を入れ替えていく、いい判断でしたね。端に追い込まれても相手の裏に回るので、いすね、この辺りはフェニックスさすがですね。ここは体力をチンからルビーに交代して回復を図るルビーがフェニックス選手、リバーサルアクション読んでいたか、バックステップから低空ダッシュでリスクを合わせていく、うまくつなぎきれないものの大ダメージを奪って再びゴールドを攻め立っているバズストームラスト。さあ今衝撃が飛んできて当たっていればさらに伸ばせるところでしたが、さあリジェクトガード距離を取って立ち B でねじ伏せていく、しゃがみ B につないでとりあえず空中コンボに持っていければダメージ6000ダメージ、非常にいいダメージを稼いで、さあ上り中のジャンプ C ガードしている。さあレベルが高い試合が続いているぞ、どうする立ち BB、体力はほぼ僕といった返ってくる、戻ってきてジャンプ B で崩して、しかしここは捕まってルビーがここで落ちる、これはでかいしね。出てきたのはジン、しかしレゾナンスブレイザー残しており、スキルゲージもまだまだ十分にある。記憶月面当たらない、ペタルダンスは記憶月面うますぎ、宇宙記憶でリスクを合わせていく。レゾナンスブレイザー発動する、 1P が日向森選手、スーピー側フェニス選手はまだ使わない、時間を使ってレゾナンスブレイズの終了を狙っている感じだが、空対空からの空中で発動して着地に合わせてアシミネーションで崩す。ここで 1P 側レゾナンスブレイズが終わって画面端攻めが続く、投げて とりあえず A ボタンにつないでいく。フェニス選手の陣体力大幅リード、アシミネーションかられ熱勝、リバーサルアクション起き上がり打っていく。さあ1本勝利、フェンリッチ選手が1本勝利で迎えた第2セット、まずは触りにくしゃがみ B、 タッチ BB につないで浮かせ直しはうまくいかなかった、クロスバーストは2段ジャンプでスカラせる、パートナーを絡めて地上空中と双方から攻め立ってるペタルダンスに対してはリバーサルアクションで割り込んでゲージを払わせたところで空中ダッシュから崩しに行く、クロスバスト再び交代して衝撃がヒット、すかさずチャンスを逃さないフェニックス選手、これ巻き込まれている、さあこれは大変なことになった、控えにいるジンが虫の息、これがあるからパートナースキルを出すとかなりリスクがある、捕まえてしまえばこちらのもの、体力大幅リード、しかしまだ時間は残っている、このゲージをどうやって使うか、 EX グリムリーパーで機械にいるジンがお亡くなりになってしまった。さあ非常に厳しい状況、
攻する 2P がフェニー選手、ここはしっかり反撃を叩き込んで3本目。まずは開幕グリムリーパーでご挨拶、立ち火を空中ガードでしのいでしっかり反撃を入れていく。代償として控えにいるルビーはダメージを受けているが構わず攻めていく。リバーサルアクションに切り返す。ここでルビーに交代、フェンリー選手はジンのまま押していく。空対空を狙う両者、パートナースキルのグリムリーパージャンプシーンに対してリバーサルアクションに切り返す。対空のしゃがみみよく見ている。さあバストブラストでダウンを奪って、ここでフェンリー選手がルビーに交代する。捕まえた。さあ裏に回ってパートナースキル、勝利の攻めで崩していく。 1P 側ひなもり選手ガードが間に合って立ち火届かない。うますぎる空対空からのしゃがみみの拾い、バズソーブラストから衝撃がギリギリ当たらず、低空ダッシュが非常に鋭い。クロスバーストで切り返す。さあジンが巻き込まれているがルビーの方はガードが間に合っている。グリムリーパーガードして裏に回る。リバーサルアクションは空を切る。メタルダンサー逆に出ている。立ち火で捕まえて、これはどうする。さあここはあえてクロスバースト打たずにジンに最後託した形だが、デザースペース発動、体力がじわじわ回復していく。空対空捕まえる。マイビーから空中コンボ。さあルビーの体力残り少ない。ゴールドに交代する。一回捕まれば何が起こるか分からないぞ。この体力、さあしゃがみビータイク、立ち火は繋がらない。アクティブレーション、コマ投げまだ残っている。よく説明はバックステップに引っかかる。しかしレゾナンスプレイスは終わっているので、ここからはジンの自力に耐えるしかない。最後のしゃがみは空中ガードができる。最後はグリムリーパーからのアシストが引っかかった形で勝利したのはひなもり冬の選手、おめでとうございます。ザ・ブレブルークロスタックバトルエキシビジョントーナメント、優勝はひなもり冬の選手です。